南部都市直は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての大名、道の区国森岡藩初代藩主、神は十四にした、信品を守、る、南部氏二十七代当主、天正四年、二十六代当主、南部信直の長男として三個の田子城にて誕生。天正十八年、前田利家を、烏星親,親として元服し、その際に、利家から、 理の一時を授与されてと政と名乗り、後にとしなおに改名する。文禄四年に樹五位した、品の守るに助任する。慶長三年八月十八日に、豊臣秀吉が死去した後は、父、信直と共に五大老筆頭の徳川家康に接近する。慶長四年、父が死去したため家督を継いで、南部家当主となった。慶長五年の関ヶ原の戦いにおいて、 東軍の家康は、東北、北陸の大名に対し、西軍の石田三成に通じた合津上杉継承の、征罰を命じ、年なは、もがみ義満の講演として、山形に出陣するが、領土拡大を密かに図った伊達政宗が、我が忠隆を先導して、我が軍や冷え抜き軍で一気を起こしたため、帰国を許されて、慶長六年までに一気を鎮圧した。以降は、 森岡藩政の整備に着手し、白根金山や青銅金山をはじめとする鉱山開発から財政を安定させた。檻から領内の産金が著しいこともあり、財政に恵まれて金政的支配体制が進展する。現長年には森岡城を築城して城下町を形成し、三考城下の市民も森岡に移した。また、九戸正美の乱の洗礼から、 家臣の多くを処罰、追放して、独裁集権化を進め、森岡藩の基礎を固めていった。慶長19年には、大阪冬の陣にも参陣し、江戸幕府との関係強化に努めた。官営3年24位下になる。官営9年8月18日、江戸桜田屋敷で死去した。去年57、あと三男の重直が継いだ。後に、重直が男子なくして没死したため。 森岡藩は、伊つの重信と七男の直房の間で、分割されることになる。ABCDEFGHI 安倍武氏西村慶子編、戦国人名辞典新人物往来者、1990年9月、590ページ、ISBN4 から404017529、熊谷隆二、南部都市直の初期国印状について、岩手史学研究85号、 2002年、熊谷隆二、南部信船と、都立に、前田利家伏見作地盤の負荷をめぐって、地方紙、研究305号、2003年、ありがとうございます。